せーの、あ、ここら辺からかな、ニョキニョキニョキーっつって、せーの、ついてるね、ついてるね、ついてると思う、みんっつってどこ見ればいいんだ、こっちだ、こっちを見なきゃいけない。はい、そんなんばいのついてるともみんさんと愉快な仲間たちです。ともみんさん、愉快な仲間たちって何よ。いいじゃないか、君たち愉快な仲間たちで。何よともみんさん、それちゃんと名前言って。そう、こっちが、こっちがライオンマルキンのニキョさんです。僕ニキョよろしくね。こっちがとアーチローです、よろしくね。ちょっと口が開きませんが、はい、トラさんとトラちゃんとミキョさんです。はい、トラミさん、今日は何やんの。そうよ、なんかさっきガタガタやってましたけど、そういうね、裏話をするんじゃない君は。いいじゃないのよトラミさん。今日はわかるかな、これ、でん、何これ、ん、これ砂糖でしょ。これは小麦粉ね。これ何かしら、これね、これ生クリーム。これはこれなんだろう、チーズ、ん、匂いが、そう、クリームチーズで、卵が3つ。これで何を作るかと言いますと、クリスマスも近いというので、これで僕が今日作るのは、俺でも焼けるチーズケーキを作っていこうと思いますよ。俺でも焼けるってことね。出たがりかっていう手になってしまいましたが、あ、この辺でやればいいんじゃない。そう、俺でも焼けるチーズケーキを作っていこうと思います。あ、てかね、それをこういう風にやってみればいいんじゃないですかって思っておりますが、はい、ライオンマルさんとタラジロウさんとついてるトモミンでーす。あ、あれやろうか、久しぶりに歩いてたら分かっちゃった、せーの、はい、やっていきましょう。ちょっと君たちはまた後ほどね、出番があったら出しますわ。はい、まず皆さん、いきますよ。このフードプロセッサーね、これが便利なんですよ。これメタルプレートっつってね、これメタルなんです。なんだそれはみたいな。まずここに全部ぶっ込みます。クリームチーズ入れちゃいますよ。クリームチーズを手でやろうと思ったけど取れなくなってしまいそうなので、ヘラヘラさんがね、ちゃんといらっしゃるんですよ。ヘラヘラさんで入れていきますよ。入ったね。入りましたね。はい、次、もうどんどんもう何でもいいよ、順番何でもいいよ。よし、卵さん行こうか。卵さん3つ、デロ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 、卵さん3つ入りました。はい、次、じゃあお砂糖、これね、だいたいそうね、 70g 弱ぐらいかな。うん、あ、ちなみにあれですよ、クリームチーズは1箱 200g ね。で、これ小麦粉も 70g ぐらいかな、弱ぐらいかな、ちょっとね、うん、そのくらいで、最後これ生クリームはあるじゃないか、生クリームも200です。ちょっとこれね、実はね、撮影用にこれに入れたんだけどね。ちょっと残ってんだよ、またこっちに。ほら、はい、これも200と、はい、これだけ。これを何にするかって言いますと、蓋します。で、ここ押さえとかないと大変なんで、これね、パルスってのがついてるんだけど、これでちょっとビンビンってやったら、あとはオン。これね、滑らかになるまでだからね、そうね、どのくらいかな、5分ぐらいやればいいかな。これだいたい所要時間30分で焼けます。はい、その間にうちのケーキは鍋で焼くんです。鍋で、なので鍋に、どこ行っちゃったんだっけ、あ、
ッキングシートを引きます。クッキングシートカメラこっちクッキングシート引きます。これ簡単、2つに折るじゃない。そしたら今度もう一回折るじゃない。折るじゃない。いいんですよ、なんでも、ね、明るく楽しく元気よく、それがついてるともみさんでございますけどね。でもう一回折る、折ったらこのハサミさん、ハサミさんのここあれですか、ここと合わせるので切る。とごめんなさい、広げる、ね、こうなる。何がいいかっていうと、これをこのままこう広げる。ごめんなさい、これまでちょっと違うのね。こうやってね、やったことは、ほら、ね、鍋にきっちり収まるでしょって。さあ、ちなみにこっちは、今日の夕飯も16個5枚焼きました。ポチッと、なんとあれから5分経ったんで、多分ね、多分5分ぐらい経ったんで一回止めましょうね。そうすると声を張らなくて済むんです。あ、ここまでにつけよう、暗いからね。でこれでカチッとなっとやって、中見てみましょうか、どうなったかね。うん、めちゃくちゃいい匂い。これほら、匂いわかる？わからねえっつの。すいません、本当に。ボケてるともみんです。これを、あとは、こいつに、注ぐんです。ちょっとここ今、コードが見えてる、嫌なんですけど、すいません。そこまで考えてなかった。しょうがない。これを、流し込みまーす。でーつって。でんでデーンって流し込みます。すごいキメが細かい、やりますね、ともみんさん。うん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 、ちょっともったいないんだよね、この辺ちょっと最後まで切ろうかなと思ってもね、気をつけてください。これ蓋の周りとかこういうのについてる周りのやつが中に入っちゃうとダマになっちゃうんでね。うん、ダマになりそうな時はこれ、このハケね、便利なのよ、ほら、ちょうどこう取れるようになってるのって。このサイズにできているっていうね。まあいいんです。まあいいんですよ。はい。これで、ちなみに、これの洗い方。これの洗い方知ってる？これに、ね。これに、これ、洗濯じゃない。食器用洗剤入れて、水入れて、で、回しちゃうと綺麗になるよっていうことです。楽なんです、これね。で、また回しちゃうけど、ビヨーンってやっていけば綺麗になっちゃう。はい、これ入れたじゃない。そしたらちょっと見えるかな、こうほら空気の気泡ができてるから、これをうるせえってな。いいんですよ、最後。そしたらば蓋をしますね。本当に鍋で焼けるのかと思ってるんでしょ。鍋で焼けるんですよ、うちのは。蓋をしたならば、ちょっとついちゃった、スイッチ入れます。で、これにケーキモードっていうモードがあるんです。ケーキモードを押して、固め、あ、いていて、びっくりした。これでケーキモードで固めで焼くといいよ、うん、そうで、スタート。あとはこいつ、鍋とかこいつ、インダクションレンジって言うんだけどね、こいつが部屋の気温だったりとか、湿度だったりとか全部感知して、あ、こんくらいで焼けるよっていう焼き上がり時間を勝手にやってくれます。超便利なやつ、いい子ですよ、いい子たち。はい、そんな感じです。じゃあこれ焼き上がりまで待ちましょう。
ニョキニョキニョキーとあれからね、結局30分ちょっとかな経ちまして、へ焼けました。ついに俺でも焼けるチーズケーキ、クリスマスにどうぞみたいな感じで楽しいね、こういう動画。いや、顔出しするようになってからね、なおさら楽しくなりました。はいまあいいや、ちょっと焼けたチーズケーキ見ていきましょう。カメラこっちだからね。そう、これどうもね、こっち見ちゃう。まあいいや、ね、これです。さあさあさあ、君たち持てる？大丈夫よ、私持てるわよ。本当に君持てるの？それ重たいんだよ。うん、持てるの。君今こういうのおかしかったけどね。へえ、みんな見て見て、いくよ、せーの、でん、うわお、うん、うわすごいいい香り、見てよほらこれ。どうですか、私でも焼けるチーズケーキ。ちょっと切ってみましょうかね。これね、固めで焼いた方がいいですよ。うん、この鍋持ってる人ね、ちょっとライオンマンさんとトラジローさん外しますね。ちょっとごめんね、ちょっとごめんよ、ちょっとごめんよ。君たちはあっち行ったりこっち行ったりで忙しくなっちゃってますが、はい、これをですね、ちょっと皿の場所が悪いかな、大丈夫かな。これね、なぜかというとね、冷めるとね、切りにくいんですよ。さあ、こっからな、勝負です。どうですか皆さん、こんな感じ、こんな感じね。これをもう切ってしまいます。チュッ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 チ反対側から切ればいいんです。慌てず急がず、はい、安全運転で行きましょうこういうとこね、こういうとこ美味しいんだよね。このこういうとこね、こういうとこ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 妙に美味しかったり、まあ後でこういうとして早く切り口を見せろって感じでしょ。まあそうね、慌てなさんなってことでございますよ。ちょっと待ってくださいよね。今ね、これ本当はさ、ほらケーキ取るやつあるじゃない、あれないね、私私ってしまいましたが、よし、ほらこうやってスッて入れてさ、取るやつあるじゃない、本当はね。切れてないんじゃない、おひょっとしたら切れてる、大丈夫、お、どうだい。そう、さあどうなったかと言いますと、こんな塩梅になります。どうですか、うじゃあもう一個、じゃあこっち側で、はい、こんな塩梅になります。これが、これちょっと形が悪いね、ちょっと待って、形がいいやつにするよ。今一個ね、落ちました、残念なことに。はい、これにしましょうかね、これ形良さそうだ、ほらこういう感じ。はい、そんな感じの、俺なんかでも焼けるチーズケーキ動画でございました。こんな塩梅ですよ、いい塩梅になると思うんで、皆さんもよかったらやってみてくださいね。はい、さあ最後締めましょうか、皆さんやりましょうか。あれ、ともみさんこれ何したの、あ、あら、ともみさんこれ何、どうしたの。いいんだよ、君たちなんと気がつかなくて、これ今ちょっと落ちちゃったんです。はい、あ、落ちた、うん、匂いいいね、本当だもんね。何これ、これココナッツチーズケーキ、うん、ちょっと、うん、焦げてないよ、このくらいの色がいいの、うん、そう、本当にこれ皆さん美味しいんだよね、こんな感じにできましたよっていうことでございました。はい、この動画をねご覧くださいました皆様には、すべてのいいことがなだれのごとく起きますよ。これは本当です。はい、どんどん良くなるんで、
徒歩神絵見た目で頑張っていきましょう。徒歩神絵見た目っていうのは、あの、最高峰の言霊です。はい。そんな感じの。ついてるともみんさんの、料理動画でした。じゃあね、みんな！またね。よろしくね。バイバイキー！ウィンウィン、ついてるね。ついてる、ついてる。じゃあね、みんな。バイバーイ。